はい、皆さんこんにちは。サカキャッチでございます。咳が出るんです。はい、風邪ひいてませんけどね。さて、東洋経済オンラインにですね、こんな記事が出てまして、マンション価格上昇に消費者はついてこられる。大手デベロッパーの開発者が最新事情を激白ということでですね、誰が言ってんねんこんなことと思ったらですね、神保武氏、東京建物取締役常務執行役員、住宅事業副本部長という方ですね、東建、65年2月生まれと言いますから、57ですか。はい、僕より3つ若いですね。まあ、足元のマンション販売に限りはないのでしょうかという質問に対してですね、小神保さんは、販売は相変わらず好調だ。2022年9月末から10月初頭にかけて、消費者からの問い合わせ件数が前年同期比で1割ほど減った。具体的な要因も分からず、ついにマーケットに限界が来たかと注視していたのだが、10月下旬には持ち直した。販売中の物件について、目標よりも早く契約が取れている。例えばブリリアタワー、成績桜ヶ丘、ブローミングレジデンス、東京都多摩市、2022年9月竣工。あ、もう竣工したのか。はい、2022年に入ってから販売が加速している。最寄り駅は都心からほどほどの距離にある。物件はその駅に近く、自然豊かで、周辺環境もいい。確か川っぺりに建ってたと思うんですけどね。ブリリアシティ富士見の、かっこ埼玉県富士見の市、8は2022年11月竣工、もうでは建ったということですね。もう2021年秋頃から売れ行きが良く、現時点で、販売の進捗率が予想定よりも10から15% 程度高い。販売当初はそれほどの売れ行きではなかったが、東武東上線線で供給される他社のマンションの価格が上がり、そうした物件と比較される中で売れているのかと考える。一回続きます。ちょっとあれしましょうかね。飛ばしましょうかね。この神保さんの言葉ですね。都心のマンションは相当高くなっているが、資産性を重んじて駅から近く、利便性の高い物件を高価格でも求める層がいる。これは都心はそうですけどね。一方で都心から離れているものの、周辺の環境は良い郊外の物件を価格とのバランスを考慮して求める層もいる。消費者の思考は二極化してきている。二極化、お前は。ちょっともうちょっと先行きましょうか。マンションの価格は下がらないというふうなところですね。マンション市場の見通しはという質問に対してですね、神保先生、先生ちゃうか、神保さん、最終的な物件価格はあくまで、消費者の反応によって決まるものだ。ただ原価だけ見て考えるならば、マンション価格が下がる要素はない。いや、その通りなんです。来年もまた上がります。足元では土地を仕込んだ時よりも工事費が1割以上も値上げされていると。そうなんですね。工事費日々上がってますね。本当にね、嫌ですね。原価上昇分を全て価格転嫁するわけにはいかない。消費者ニーズを見極めながら使用をそぎ落とすなど、いかに原価を抑えるかが焦点となっている。不動産市況には一定のサイクルがあり、10年程度のスパンで好況と不況が繰り返されるものだ。ここ3年間はずっと市況がいつか逆転して悪化するのではないかという怖さを感じている。
まあまあこれ業界全体そうなんですよ、もうそろそろ終わんのちゃうの、わかんのちゃうのとかって思いながら高い物件仕込んでるんですよこいつらとはいえ新築マンションの供給需給バランスは安定しており、当面は市況が大きく崩れるとは考えにくい。物件価格も高位安定しそうだ。消費の中で住宅が占める割合は増しており、マンション購入欲はまだまだ衰えていないということをで締められて、途中だいぶね、端折りましたんで、1ページ目貼っときますね。まず一つ言えることはですね、これ東建という大手のあれですね、偉いさんが責任者ですね、多分マンションのおっしゃってるわけですけども、デベロッパー側がですね、こうやってメディアに出てきて何か発言するときにですね、その売れてませんね、あかんねんとは絶対言わないでしょ、絶対言わないでしょ、よほどね、どう考えても思うのは絶対売れてへんやんっていうときも何十年かに一回はあるわけですよ。その時はさすがに、今は苦境ですけどもって、これから頑張れば良くなっていくはずですとか、そういう必ず明るい見通しとともに語るんですけど、普通のこんな時ね、まだそう陰ってない時にね、売れてないでちょっと陰ってますとかね、来年はあかんと思いますとかね、絶対言わへん絶対言わへん、必ずですね、売れてます、来年も大丈夫ですという結論になるんですね。まあそこありきで来てるわけであって、まあ当たり前ですけどね。で、ちょっと本音が出てるのがですね、この3年間ぐらい、いつ逆回転して悪化するのではないかという怖さを感じているというような本音が出てますね。で、当面は市況が大きく崩れるとは考えにくいと。来年1年というスパンに限ってはその通りであって、新築マンションは一番最後に崩れます。どうでしょうね、急にガーンと崩れることもたまにあるんですよ、ね、あるんですよ、リーマンショックの時はそうでした。あの時は2009年の後半にもうあかんでーという感じになって、もう値引きが横行しましたね。ただし売り出し価格がね、安くなるということはね、ちょっと考えにくいんですよ。むしろですね、売り出し、例えば一社 A 社がですね、去年はですね、そうですね、3000個出したけど、今年は、いやもう1000個でもええよとか、それよりも赤字出さへんのか、赤字出さんように行こうというふうなですね、そういうふうに方針変換する可能性はあって、それを多分来年の後半に各社やるんちゃうかなという気がします。そうすると、再来年の供給が細るということになりますね。まあそういう感じは来年の後半はあるでしょうね。物件価格も高位安定しそうだっていうのは、これはそうとは思います。それは希望的観測でしょう。お宅の。それは不動産屋というか、マンション屋の希望的観測です。高位安定しそうだ。消費の中で住宅が占める割合は、これはもうどうでもいい話ですね。まあということで、1ページ目貼っときますけども、消費者はついてこられるっていうタイトルになってますけど、ついてきてほしいというのが本音ですね。で、都心はね、どっちみち富裕層は買うんでね、どう言いますかね、こう青天井なんですよ富裕層は買えるところまでは行くという。だから今山手線の内側はどうでしょうね、文京区あたりで坪単価500万で、港区はですね、700-800当たり前で1000超えるのがですね、ちょろちょろと出てきて、三田ガーデンヒルズなんて1200とかでは、わけわからん価格で出てきそうですけど、それでもね、一定数は売れるんですよ。だってお金持ってる人は持ってるもん。でなんか知らんけどね、なんか東京という街はね、なんか知らんけどうじゃうじゃとね、お金持ってる人が出てくるんですよなんかよう知りませんけども、なんで売れることは売れると思うんですよ、そこそこね。でもあれ全部売れるとは思いませんけどね、ただここ富士見野の話とかしてありますけど、あるいは成績の話してますけど、ああいうところっていうのは一生懸命住むためにですね、住宅ローンを組んで買う人が主流なんですよ。なんで、景気が悪くなって金利が上がるとですね、一気に売れなくなります。だから今のうち早く売ってしまった方がいいと思いますけども、例えば来年ですね、日銀の総裁が交代して金利上げんでとかっていうと一気に冷えますからね。
そうなると例えばもう8割まで売れてんけどあと2割がなかなか売れへんねんっていう、売り切れへんねんって言うてるうちに築1年とかなってしまいますからね。そうなるとまあ売らなあかんや、今期絶対売らなあかんやんって、ちょっと値引きしようかみたいななっていくのが来年の今頃ではないんかなという気がします。だから来春3月ぐらいまでに売り切ってしまえばね、このやる富士宗屋とか成績とか言うてありますけど、悪くない物件だと思うんで、3月ぐらいまで売ってしまえば逃げ切りでしょうけどね、その後置いといたら知らんで消費者ついていかへんでといけた、いけなくなるんですよ、あの金利が上がると自宅ローンのね。まあでもあのデベさんはですね、あのあれをあくまでもですね、強気でいくということではないでしょうか。一応東洋経済貼っておきます。はい、どうもありがとうございました。